マザーズデュエリング。今回は、このケージスキンのシェリルと、フルコンさんがタップケージの、ケージスキンを使って、やっていきたいと思います。そしてパークがケージの直感と、ケージ構成で行くんですが、ケージの直感なかなか使ったことないんだけど。はい、ハントルスだ。ハンちゃんちの家、しかも。で、もう一人シビルのスキンの人がいたんだよな。この、シェリルのケージスキン。だから今回ケージが3人いる。で、ケージの直感だけではなく、この、真っ向勝負で、キラを取り締まっていきたいと思います。これはこっち近づいてきてないか。鼻歌がでかすぎて。あらら。呪術破滅もあります。あ、ちょうどそこにいたけど、あ、でも微妙に届かねえわ、それ。あ、それ地下か。地下はちょっと無理だぞ。あ、てかそっちの板待機でよかったな、じゃあ。全然板の場所をどこか把握しなかった。これでもあんまり見つかりたくないんだけど、私。じゃあ足跡つけとくか。あ、こうめっちゃ待ってる。回し切りたいな、こう。ちょ、こう回し切ろう。これが、フルコンさんだ。これ、ここを回し切れるのはでかい。回し切る勇気。回し切る勇気。兄貴の方行った。あ、そっち行く？絶対俺の方行った方が良かったと思うけどな、今。あー、うまいな、今の当てんの。あれで兄貴が行かれる。さあ、1台つくけど、あの人は回してたから、まあでもあれだわ、半分行く前に90行くわ。帰ってきたとしても。ちょっと怖いところではあるけど。はい。女に好きな人。これでも兄貴釣りそうだな。地下室に特にこだわる人じゃないっぽい。これははしご救助行くか。どうだ。この位置微妙に映ってると思うんだけど、バブチリ。どう？こっち来る。マジ上手い人だ。前ハントルスはちょっと嫌だな。まっすぐこっち来てますよ。もう勘弁してくださいよ。ねえ。ハントルスとかいう狂キラー。ハントルスを許すな。お、そっちにはいないんだな。これ意外と負けるんじゃね？まあ、来たとしてもマッコぶち当てよ。え？何事？副産物で一人死んだんだけど。俺、何もしてないっすよ。さあ、何か壊れたけど、あれは破滅か。まあ、こん中通るわけねえしな。で、近く釣られる。あ、ちょっと。そんなつもりじゃなかったんですけど、あの人多分、斧回収しに来たんだろうな。それは当たりませんよ。バレたか？バレるってことないと思うんだけど。でも、これ一人持ってきたいんじゃないかな、破滅壊れたし。救助行くか。俺がびっくりしたわ。何しに来たの？あんま離れないな。上で見てる。あ、これ見られたかも。あ、でも帰った。あ、なんだ？あ、それでも救助行く人か。あ、ナイス。あ、ただあの人死ぬぞ。あー、ボロ隊だ。すごすぎ。あ、うまい。ただここの4壁はきつそうだな。1回2壁になってあげられたらよかったけど。これでもね、あの人救えたのね。死ぬほどでかい。やべ、ちょっと走りっぱなしだったから疲労回復してない。こっち来るか。はい、それは当たらんわ。ここでもどうなってんだ。ここってなんかあんまりうまくチェイスできたことがないんだけど、こういう周り。なんかなかなか投げてこなくなったな。危ない。先倒すか。
悪い。ただこれちょっとあんまり距離離れないです。危ない。はい。あーこれ竹変わりそう。ああの人か。ちょっと待って、これ良くないぞ。マジか、変なとこ来ちゃったな。なんかなすったみたいで申し訳ない。なんかチェイスルートに入っちゃった。疲労が回復するまではちょっと何もできないから、これ発電機を回して、あの人がレナリあることに乗るか。あら、でもあっち側なんか一台つけてくれそうだけどな。ここ結構回ってんのはバレてる。やべえ、申し訳ねえな、こんなとこにいるなんて。しかも地下で死んでる、かわいそう。刑事の直感生かせてねえよ。俺破滅壊したかったんだけどな。まあ取り締まりはとりあえず1回できた。マッコ刑事の1人が殉職しました。あっち行ってるけど、そっちがなんか結構回ってんのかな。とりあえずここは回しきれる。ただハントレスだから、あのあれはないと思うんだよな。あ発電機もわかんだ、これっていいな。クロちゃんが行かれてる。トーテムは多分なんか壊してものはなさそうだし、そこ釣るか。クロちゃんが結構回してんのか、そこ。あれどこ行った。あれでもそんな回してないぞ。あれどこ行った。これ守るか。いやでも兄貴のとこが多分結構回ってると思うんだよ。あっち行った。はい、チーズする。帰ってくるか。あ、ここめっちゃ回ってんのか。ここを引き継いで来たら、そこの後ろの板で回るか。あ、来た。ちょっと離れたいんだけど。あ、ここ板なくね。あ、あるわ。ただここそうね、通っちゃうんだよな多分。ここは大丈夫。はい、ただこれね離れたいな。あ、同足ついてるわ。ちょっと足遅い。あー、そういう感じ。ただあれ2人だったら回るぞ多分。発電機交代止めたから多分大丈夫だと思うんだけど。どうだ、6割ぐらい回ったのかな発電機。あ、ナイスナイスナイス、素晴らしい。俺はまだ初釣りだ。まあノーワンないだろう。ただこれ兄貴が追われてるっぽい、鼻歌的に。クロちゃんはとりあえずあそこ開ける。兄貴が行かれて、クロちゃんはまあ開けきってもいいけどな。どうだ、あれは多分本当に多分チェイスしてると思う。あららら、こうなるとクロちゃん開けると終わりだぞ。どうだ、クロちゃん迷ってんな。ただ救助に来てくれるっぽい。兄貴2回目これでも結構帰ってくるんじゃないか。まっすぐこっち来るだろう。はい、ありがたい。あ、これ鋼の石だけど、ちょっと待て、これクロちゃん追われるか。こっち来てくれたらまだいいんだけど、よくないけど、よくないけどいいよ。あー、いや、こっち来てそう。倒すか。さあ、斧回収。あっちが開けてるよな、クロちゃん。あ、開けたけど、開けたけどよ。こっち来るか。まっすぐ来てんな。で、あっち側よな。
あー、この真ん中通られたら嫌。あー、来たわ。はい、あ、これこっち。はい、肉壁くんが来てくれればなんとかなるんだけど。あぶね、あ、これいけるわ多分。あぶね、反対側で開けに行ったんだけど、なんかこっち側に誰か待機してて肉壁くん来るかなと思ったけど誰もいなかった。いやでも死んじまった一人。あ、普通に破滅、ずさん、珍しいな、ずさんな肉屋つけてるなんて。仕留めた時に、あの通常攻撃で、で、刈り取っていくって感じか。